どうもマキリナでございます。まあ前回の続きなんですけどね、この FA を買ってね、 FA を買ってその動画の撮影を終えた後にね、詳細を見ていこうとして細かいところをチェックしとったんですよ。ほんならやっぱり出てきましたね、いろいろと出てきましたよ。要は使い勝手としてはね、ちゃんと動いてるんですけど、ファイナルの中に出てきてる表示がね、あのシャッタースピードとかのシャッタースピードと、おかしかったのそれぐらいかな、あの液晶の表示とアナログの表示があって、その表示がねどうもおかしいんですよ、使ってたら。でまあどこまでをジャンク品というかなんですけど、私の定義としては使えない、こう設定して撮ったら使えなかったじゃカメラとして成り立ってないというところでね、ジャンクかなって思うんですけど、一応ねでもちゃんと絞り決めてシャッタースピード決めればちゃんと撮れるんでね、もうギリセーフかなっていうところですね、という感じで、自分の中で今、ね、位置づけ納得して OK として位置づけましたけれども、ちょっとその中身をね、このファインダーの中身をカメラ撮りましたので、そちらを見ていただきたいと思います。まあこういうもんですよっていうことですよね。で、まあ実際撮った写真もあります。あの撮影の後に撮りました。ちょっとこの左上に出しますけど、ちゃんと撮れてます。うん、撮れてますので、いろいろね、ミラーの傷から始まり、中のね、ファインダーの中の表示がおかしかったりもしたんですが、ちゃんと撮れたんで、もう OK かなーっていう感じなんですよね。で、ちょっと表に出られなかったので、家の中の撮影とね、ベランダちょっと出て撮ってみました。で、感想はですけど、ちょっとまだ感想にしては早いかもしれないけどね、FE と比べると、こっちの方が断然撮りやすかったですね。FE はね、やっぱり、速光の加減なんかもしれんねんけど、真っ黒になったりね、真っ白になったりっていうのは結構あったんですけど、こいつが撮ったやつはね、全部クリアでしたね。バチッといきました。バチッといきましたやねんけどね、なんかね、味が一つ足らんって感じがね、ちょっとしたんですよ。気のせいかもしれないんですけど、撮りたいのを撮ったんやけど、撮りたいように撮れた感があんまりなかったんですよね。その辺ちょっと私もこの機械をあまりよく分かってないところもあるんで、これから煮詰めていきたいと思います。ということでね、この写真を見ていただきました。で、別撮りで撮ったんでね、このファインダーの中の問題点っていうところをね、見ていただきたいと思いますので、そちらをどうぞ。はい、それではね、問題の場所なんですが、これ、ファインダーの中覗いててね、左上にこう液晶が出てくるんですよ。で、これ今ね、シャッタースピードが左に出てまして、で、M っていうのはマニュアル撮影になってるっていう状態なんですが、これをね、シャッタースピードを変えると、こういう感じで変わっていくんですよ。500ね、500、250。で、この下がね、125なんですけど、8って出てるんですよ。これ多分合うてると思うんですけど、8ね。で、60が4になって、30が2になって、15が1になるんですね。で、この下から、あと8、4、2、1と追っていくんですけど、この辺は OK なんですけどね。で、この辺のこの、なんていうのかな、15が1になってるっていうのが、こういう仕様なんやと思うんだけど、これをちょっと調べきらんかったので、もし知ってる方あったら教えてください。15が1で、30が2で、60が4、で、125が8になってます。で、250、500になって、で、こっから問題なんですけど、こっからです。1000、そして2000、次4000なんですけど、250になるんですよ。なんで？もっぺん行きますとね、1000、2000、4000のはずが、250になってるんですよ。これなんでなんかなと思って、ね、で、シャッタースピードは250分の1なんかなと思って撮影してみたんですけど、そうでもないんですよ。ちゃんと4000になってそうな感じじゃないけど、これもし知ってる方いたら教えてほしいんですよね。なんで4000って出えへんと250って出るのか。まあ単純に液晶が壊れてるんやったらもうそれでもいいんですけど、4000っていうのは250のことですよとかね。例えば250って書いてるのは4000っていうことですよっていうのがもし
ね、分かれば嬉しいなと思うんですけどね、知ってる方おったら教えてください。はい、それともう一つね、これちょっと右上の表示、ファインダーの中の 右上の表示に、シャッタースピード、これはね、シャッタースピード優先になってるモードで、右上にこうシャッタースピードがね、まだ出てくるんですよ。なんですが、ここでね、こう、触ると切り替わるんやけれども、これがね、1000で2000に上げたら2000点になるんやけど、この上がね、いかない。いや、っていうかね、これ4000になってるんですよ。4000が2000になってて、2000が1000になってて、この下がね、動かない。音聞こえますかね？パチって言いながら、何も動いてないでしょ。これ、これ。全然連動してないんですよ。結局ね。なんかギアが外れてしまってるんやと思うねんけど、見えますかね？1000分の1から動かへんでしょ。で、ずっと今上がってきたんですよ。500、1000、で、2000、で、4000、この辺で動くんですよね。ここの2つしか動かへん。しかも数字が間違えてる。これはもうでも分解せな治らへんねやろなぁ、という感じなんですよね。はい、ということでございまして、ファインダーの中を覗いていただきました。おかしかったですよね、やっぱり。まあでも、あれですよ。撮影するときは、まあちゃんとこのダイヤルを見てね、撮影すれば、ちゃんと撮れてたんですよ。で、写真も見ていただいたと思うんですが、ちゃんと撮れてましたのでね、とりあえずは使えるということでございます。で、気になってたこのミラーの中のね、前回も言いましたが、ミラーの中の傷ってとか、こういうのって、あんまりね、撮影に影響しない。まあ、ミラーなんか特にあれですよね。ミラーアップするんで、覗くだけのための、要はミラーなんですよね。で、ミラーアップしてから、取り込むんで、まあ、ミラーの傷とか、ほこりはそんな気にせんでええんかなっていうふうに感じましたね。で、中古でやっぱこういうふうに買うと、今回みたいな、こう、アクシデントというかね、こういうことたくさんあると思うんですよ。で、この辺の年代になってきたらですよ。電子式がたくさん入ってきてますよね。いろんなこう、接点が設けられて。なってくると、やっぱりこういう不具合っていうのがたくさん出てくるんで、やっぱり時代としてはFE とかね、F2 とかの時代の機械式のやつでね、今の職人さんでも直せるような、そういう機械を使っていくっていうのも一つ手やと思うんですが、かっこいいですよね。でもね、これ上かっこいいから、ものすごい満足してます。とりあえずは写真が撮れたんで、まあ、保護という意味でね、私がこのままもう返品せずに、なんとかね、頑張って使っていきたいと思ってます。で、ちょっと話がね、余談になってしまうんですが、フィルムが届いたんですよ。フィルムがね、富士の100。っていうのが届いて、これ懐かしいんですけど、ね、私ずっと仕事で使いよったんですよ、これ。デジカメがない時代にこのフィルムカメラでね、写真を撮らなあかんので、これをね使いよったんですよ。まさか自分が金出して買うと思わへんかったけど、買っちゃいましたね。10本入りで、これがね、送料別にしたらね、1800円とかで売ってたんですよ。まあ、送料込みで2300円から、1本ね230円で買いました。これ富士100を普通に、北村カメラとかで買うとね、1本400円ぐらいするんで、全然違いますよね。もうだからこういうのをね、見つけたら買っておくっていうのもね、なかなかいい手やと思いますよ。業務用やけど中身は一緒なんでね。ということでございました。まあこんなんつけたらこうあれやね、速攻ポイントが変わるから、速攻ポイントは露出が変わるからね、こう画面が暗くなったりするね。こういうのも面白いですね。うん。はい、ということでございまして、今日はね、この辺で終わりたいと思います。じゃあねー。